来てるね、来てるね。シールド。さあ、マシンガンがね、ちょっとどのぐらい効くのかっていうのもちょっと試したいんだけど。おお、あの後ろの2体はなんか動かんな。よし、ここちょっと R、あっそうでいこうか。おお、いいね、いいね、いいね。いいけど、2回しかヒットしなかった。まあ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 。そっか、3発だったっけか。あれ、どうだったっけ ?3× なんぼみたいな、なんかそんな感じじゃなかったっけ ?R 圧走って。あんまり期待できないかな。どうなんすかね。マシンガン、ここに来てちょっとこのマシンガン、あれかな。こう遅れる感じ、遅れるというか、ちょっとこれ火力不足になってくるところもあるのかな。まあでも基本バズーカで削って近づいてマシンガンっていう感じだよな。よし、こっち行こうか。さあどうだ、来た。いや、ノーデュエルでいきます。その代わり3つ当ててくれ。ノーでいいから3つ当ててくれ。あ、こいつ HP 高い。 OK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 。 いい、これでいい、これでいい、これでいいよ。そうですね、狙い定めない方いいかも。なんかそんな気がするそんな気がするぞ。よし、さあ3つ当ててくれよ。3つ当たれば結構追い込めると思うけど。あー、2つか。 OK。 今回はさ、あれじゃない、サポートかってか、敵さんもサポートカーない。あー、もうなくなっちゃったか。サポートカーがないからさ、あんまりなんて言うんだろう、こう撤退っていうか逃げるってことあんましないんじゃないかな。どうかな。わあ、どうしようかな。ちょっとなるべくは前の方に進んでいく形がいいけどね。フィズ、よっしゃ。ただね、主人公もね、ちょっとあんまり前に出れないんだよね。あんまり前に出るとさ、ちょっとあの、痛い目見たことあるんで、過去に。ちょっとまずいんだよね。ちょっと待って。ここだな。ゴルディアス・エブランチャー。ゴルディアス。どうだ?片腕潰せ!片腕。あー、潰れなかったけど、かなり弱体化はしてますよ。さあ、もうピズあと何発出るかわからんけど、ちょっとね、この辺大事に確実に当てて、確実に数減らしてほしい。ナイスナイスナイス、オッケー、腕潰した。オッケーオッケー、よし、オッケーです。腕を潰したぜ。こっち来て、ここで R 圧走。 OK、 ナイス。 OK、 OK、 やっぱこういうところのマシンガンだよね。 OK、 OK、 OK。 ハンスがね、ちょっと手負いの状態、ちょっと交代するか。ちょっとサポートカーを囲んでシールド。いやー、なんかここに来てこのシールドもね、すごく大事っていう感じだよね。ガードしてダメージを、おー、ナイス、オッケー。ダメージ食らわないようにするっていうのがすごく大事。いい感じ、いい感じ。さあ次は、おー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 、来るね来るね。どうなんかな、あの後ろにいたやつ
結構強いのかな。ボス級のナイスだな。ナイスです。結構かわしてくれる。わー、ナタリーほんとモテるね。モテるねナタリー。食らった食らったけど大丈夫。オッケー、レベルアップだ。よし、バズガールはそうでいこうか。ナイス、ポールさすが。いいね。そして、来た。出番が回ってきました。これ、列車のとこ行ったからどうとかあんのかな？ないか。いや、なさそうだな、これな。いや、先に敵倒すのが先決だわ。こいつ倒したいな。バズーカ。さあ、もうピズなくなっちゃったね。ガードしてる。ちょっと狙い定めないでいきます。オッケー、ナイス。まあ、これしかねえかな。バズーカ、バズーカで。坂田くんだ。坂田くんは、こっちか。フォアバズーカ。いや、もうみんなピズなくなっちゃったかな、これ。まあ、なくなってしまったものはしょうがないんだけど。あ、いいね。坂田くん、なかなか強くなってきたんじゃない？ナタリーね。まあいいや、ナタリー。じゃあちょっとこいつ、行け。まあ、どこでもいいよ。どこでもいいですよ。当たりゃいいんだ、当たりゃ。当ててくれ、その代わり。当たらんのかい。当たらんのかいだよね。まあ、しょうがねえな。こっち、いやー、こっちかな。こっち倒そうか。よし。さあ、どこでもいいから当たってくれ。ナイス。腕潰してもいいし、足潰してもいいし、もうどこでもいいから、きっちり当ててくれ。JJ。JJ。OK。いやー、こうなると、バズーカじゃなくて、どうなんでしょうね。別な武器も出せた。あ、間違えた。操作また間違えたわ。なんか、近距離のさ、ライフル系の、装備も出せてもいいのかなって思うよね。こう当たりが悪いとさ、遠距離はだいたいこのぐらいの人数でとか、考えてやった方がいいのかな。どうなんすかね。この辺りから狙っていこう。ハンスでもちょっとやばいからな。まあ、どこでもいいよ。当たった、オッケー。あ、いいね、いいね、いいね。左腕落としてくれりゃ、すげえ、いいわ。サポートか、こっち。オッケー。まあ、でもやっぱピズでだいぶ、数減らしたんで、まあまあまあ、悪くはないよね。オッケー、オッケー。よし。こいつは主人公に任せようか。来てる来てる来てる。おー、いいね。積極的だね。どうだ？これあれか、8ターン以内に敵全滅させりゃ、なんかその、なんだろう、記者ボーナスみたいなのもらえんのかな？多分そういう感じだよね。おー、いいね。おー、食らうけども、まあ、大丈夫。全然大丈夫。囲んでしまってもいいけどな。囲んでしまってマシンガン地獄。
でもいいっちゃいいんだけど。ああ、腕つぶれた。腕つぶれてしまったか。おーおーおー、何？あと4ターン、教えてくれてんのな。あと4ターンだって、ちょっと早めに攻めないとまずいぞ。ここ、R はそう。シード発動してくんねえかな。シード。シード発動なしか。ああ、でも、まあまあまあ。まあまあまあ、いいんじゃなかろうか。確実に敵の数減らしていくんだったらな。ユニットの状態大丈夫。こっち来ようか。あ、違う。こっち。こっち来て囲んで、マシンガンで、マシンガン地獄を味わわせてやるぜ。うわー、腕つぶさなかったー。腕つぶして欲しかったけども、そうもいかんか。ナタリーなぁ、ナタリー。ちょっと待って、順番変えたい。違うやつ。違うやつで。ハンス。ハンス、ちょっと待って、ハンス裏に回れないから。あ、回れる。オッケーオッケー。裏回ろう。最後。どうだ、腕つぶせ、腕つぶせないな。もうちょっとなんだけどな。腕つぶせないね。いや違う、腕つぶせないな。なんかもどかしいね。ナイス。さあ、こっちもね、もうボディあと8しかないから、ボディ当てりゃこいつ撃墜できるぞ。いけるぞ。違う違う、こっちじゃねえ、こっちいけるはずだぞ。うわー、ごめんなさい、ずっと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 来ましたね、パソコンのちょっと処理が。オッケーオッケー。ちょっと久しぶりに来ましたねこれね、ずっとずっとずっとがね。もうパソコンが替え時なんでしょうか。 OK、 パソコンの替え時が迫ってますが、私は強行で行きます。ナタリー、ちょっとここから狙ってみますか。来た。いや、もうどこでもいいよ、どこでもいいけど、どこでもいいけど、できれば腕つぶしてほしい。ナイス。ボディーか。こういう時ね、ボディに当たるんだよ。これフロントミッションあるあるみたいな。囲んでしまうか。はい。逃がさねえぜ。オッケー、腕つぶした。オッケーオッケー。もうこいつ何もできないから、あとは、もうこのままでいいや。このままでよし。ああ、ちょっと待って。ちょっと単体で突っ込むの危険だな、これ。いや、まあまあいいか。シールドで我慢できりゃ。いやー、ちょっと不安だな。ちょっと不安だ。うん、ちょっと不安だ。ここ確実にちょっと倒しに行こう。それだったら。よし。当たれ。当たれ。当たったー。このね、当たるまでのちょっとした間がね、ドキドキなんですよ。OK。さあ、もう敵の数少ないですよ。さあ、これで、来た、シード。ナイス。うわ、めちゃくちゃ強え、シード、ほんとに。一気に火力上がるもんな。すーごいわ。ナイスー。来たな。おっと、なんか散らばるね。散らばって来てるけども、坂田くん、オッケー、大丈夫だ。坂田くんはね、ちょっとやそっとじゃめげないのよ。さあ行くぜ。こっちは俺に任せろ。大丈夫か、主人公に任せ、大丈夫かな。前もあったからね、主人公に任せたら、落とされたっていうね。で、やり直しっていうのあったからね。
あ、これは大丈夫でしょう。ボスって感じでもなさそうだもんな。そうね、ボスって感じでもなさそうなんだけど、ちょっとマシンガン地獄でいきますか。オッケー、大丈夫だ。敵のマシンガンはそんな強くない。打ち合える、十分打ち合える。よし、じゃあマシンガン地獄でいこう。ナタリー大丈夫かな。ナタリー大丈夫かな。まあ腕さえ先に潰しちまえばって感じだよね。腕さえ潰しちまえば、あともうサダのサンドバッグだからね。ダメだ、届かなかったか。こっち、こっちだ。さあどうだ。いやシードさ、あれもっと他のキャラ身につかないのかな。あれ主人公特有のスキルなんですかね。めちゃくちゃ強いよなシード。あれいいわ。こっちに回り込んでのアール・アッソー、どうだ。いいね。あんま、いや、あんまちょっと火力出ないな。あんまり得意じゃないのかな。まあいいわ。さあできるだけ近づいての、あ、ランチャーがまだ残ってた。オッケー、これ使おう。ガードされてる。あー、もうどこでもいいよ。当ててくれりゃ、当ててくれりゃどこでもいいぜ。ナイスナイスナイス、いいね。一気に追い込んだ、一気に。オッケー。あー、バズーカも撃てない。あ、バズーカも撃てないか。ここ降りりゃ撃てるでしょ。オッケー、これで撃てるでしょ。当たれば、いやー、もうどこでもいい、どこでもいい、どこでもいいよ。きっちり当ててくれ。はい、ナイス。腕は潰れなかった。よし、あとはサポートカーはまあどこでも、どこでもいいよ。ここで、はい、来たな。坂田くん狙ってくるか。大丈夫大丈夫、いいね。マシンガン地獄を見舞いしてやるぜ。おーおーおお、そっち行くか。ナタリー狙いに行きやがったな。OK、ナイス。バカめ、返り討ちにしてやったぜ。あれかな、ナタリーにやられるなら本望ですみたいな。あ、違うか、違うか、あの隣にいたやつか。そうか、こいつじゃなかったのか。さあどうかな、ボディを狙ってドーン。よし、当たった。オッケー。ねこいつをさっさと倒したいな。オッケー、大丈夫大丈夫。いや、この近づいてのマシンガン、相手がマシンガン持ってるっていう前提だったら、このマシンガンで削った方が楽かもしれない。あの向こうのね、こっちの火ダメも割とそんな効かないから、こっちの方楽かもしれないな。向こうがマシンガン持ってるっていう前提だったらね、これが殴ってくるとかだったら結構ダメージ食らうと思うけど、まあ、あら、バズーカ撃てなかった？違う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 。こっち。よし。JJ。いいね。JJ 割とダメージ出るか？よだめ出るか？なかなか。さあもうちょっとね、列車爆破まで時間ないから早くちょっと行きたいとこだけど、こいつも早く倒そう。
全員で囲めはさ、そんな時間かからないと思うけど、うわぁ。なんか、やん、いまいちだな、火力が。ね、ここちょっと狙うか。アール・アッソー。いいね。さあ、片腕で頑張ってるよ、ポールは。片腕で。よし。ちょっと待って。これでどうだ。これハンスだよね。ハンスはさ、ちょっといまいちなんだけど、やっぱ倒しきれねえよな。腕攻めて片腕潰してほしかったところはあるけども。まあ、いいでしょう。よし。反撃でもまたちょっと削れるんじゃないかな。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。うわー、そっち行ったか。やっぱ極力ね、できればこっちの方当ててほしいなーって思うところはやっぱ当たんないよなー。まあいいや。こう落とせるかな？どうかな？まだ27もあるからな。ダメか。シードが発動したら一撃で落とせそう。え？大丈夫？あと一旦やばい！時間ねえぞ、時間。時間ねえぞ。ちょっと待って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 待て。ここはとりあえずあるあっそう。主人公をどこにぶつけるかみたいなのもありますけど、いやもういい加減これさ、腕潰してくれ。いや、やんやんやん、いける？いけますか？オッケー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 、よし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 、ここまでくれば、ここまでくればオッケー、いけるね、多分大丈夫だよね。よし、オッケー、ナイス、よし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 、なんとかギリギリ間に合いそうかな、どうかな。オッケー、リペア S。ナタリーでいこうか。こっちもだいぶ、まあいいとこまで追い込んだら、あともう主人公で押し切るみたいな感じでもいいと思うんですけど、どうかな。こっちから援護射撃いこうか。これ当たってくれ。これ当たると当たらないでは気持ちがだいぶ変わってくるけど、当たればすごく楽になる。当たらんよな。そんな簡単にいかねえよな。まあ、分かっちゃいたけどね。分かっちゃいたけどね、そんなのも。はい。OK、OK、ナイス。JJ やったぜ。自らね、お宝をこう、手繰り寄せる。オッケー。オッケー。作戦成功。敵の増援が来る前に退去する。オルソンから通信が入ってるぜ。正規軍がベルチカ市を制圧した。おう。なるほどね。俺たちもベルチカに迎えてさ。ちょっと待って、それおかしくね？普通隊長に連絡入るんじゃねえの？そういうのって。違うのか。はい。ああ、結構お金もらった。やったぜ。よし。OK。修理費用なしね。はい。じゃあこっちか。これ町だよな。大丈夫だよな。OK。ペルチカ市。この町に OCU の臨時司令部が設置されたそうです。早速出頭しましょう。はい。よう、やっと着いたか。ちょうどよかった。たった今、ブレイクウッド将軍が到着されたところだ。将軍様。はい。彼らがキャニオンクローの隊員たちです。はい。うむ。
この中に私と初対面の者もいるようだから自己紹介しておこう。私が諸君の部隊の最高責任者である、ウィラス・ブレイクウッドだ。ナイスミドルって感じね。へ、俺の方がよっぽどいい男だぜ。口が減らねえ奴らだな、本当に。諸君の活躍はオールソン大佐からいつも聞いている。さて、現在 USN 軍は補給路と都市をことごとく奪われ、戦う力を失いかけている。そこで我々は敵の最重要拠点であるフォート・モーナス市の攻略作戦、イーグル・ティアーズを発動した。諸君には引き続き正義軍の側面支援の任務についてもらう。作戦の詳細はオールソン大佐から説明してもらおう。諸君にはパルンタ砂漠を越え、フォートモーナス市の西まで移動してもらう。結構長距離なんかな、これ。どうなんかな。諸君が到達するまでには正義軍が駐屯基地を設置しているはずだ。諸君の支援によって作戦の、あ、ちょっと待て。ちょっと A ボタン押しちゃったわ。苦しいこともあるだろうが、頑張ってもらいたい。作戦を開始する。解散。やれやれ、やっと終わった。ナタリー、将軍が話があるそうだ。残ってくれ。おっと、ナタリーご指名だ。指名料取ってやれよ。オルソン、君も外してくれ。おっと、それでは、はい。お、音楽変わったね。久しぶりだな。ご用は何です、将軍。作戦の準備がありますので、早く。わ、ツンデレ感がね、常にやるよね、ナタリー。舞台を抜けるとおっしゃるおつもりでしたら拒否します。強情だな。ふふ、そうね。私の仲間たちみたいだわ。大丈夫。あなたの娘はそう簡単。ああ、娘さんなのか。そう簡単に死んだりしませんわ、お父様。将軍の娘さんなのか。ナタリー・ブレイクウッド。任務に戻ります。はい。なるほどね。はい、わかりました。まあ、ちょっとナタリーの背景的なのも垣間見えた。瞬間ではあったけども、じゃあとりあえず一回またここで区切るか。どうしようかな、あの、機体のセットアップまたやっていくか。カットするか。いやでもどういうパーツつけるかみたいな、そういうのも見てもらいたいんだよね。まあいいや。とりあえず今回ここまでにして、また次回も同じような感じでセットアップからバトル入るみたいな感じにしよう。1時間収録でそれを30分に区切って、アップするという形でいきましょう。はい。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。